公益財団法人、新日本フィルハーモニー公共楽団は、日本のオーケストラ、日本オーケストラ連盟生会員。1969年、文化放送と富士テレビが自社で運営していた、日本フィルハーモニー公共楽団の解散を通告した。その際に、学院の3分の2は、日本フィルに残り日フィル葬儀を起こしたが、対談した学院と小、小沢誠治。 山本直澄らは新たに自主に営のオーケストラを1972年に設立した。これが新日本フィルハーモニー交響楽団である。1997年、東京都墨田区とフランチャイズ契約を結んだ。同年墨田区に完成した墨田トリフォニーホールを利用し、本番と同じ環境で練習を行うことができている。1999年、 小沢誠二が、警官名誉指揮者に就任。2012年4月2日、公益財団法人に移行した。過去には、朝日奈隆山本直澄、薄木常人も指揮者、顧問として加わっていた。新日本フィルワールドドリームオーケストラは、2004年夏に、被災市場と共同で結成された新プロジェクトで、初代音楽監督に、被災市が就任した。スタートにあたって、 被災氏はテーマ曲ワールドドリームズを書き下ろした。ジャンルとしてはポップスオーケストラに分類されるが世界中には良い曲がたくさんある。ジャンルにとらわれず世の中に伝えていこうというのが一番のテーマ。2004年夏にデビューアルバムワールドドリームズを発表。ハードボイルドオーケストラをテーマに天空の白ラピュタや花火といった被災氏の楽曲の他に 零零七のテーマ、ピンクパンサーのテーマ、スターウォーズのテーマなどの映画音楽を取り上げ、全国9カ所でコンサートを行った。CDDVD2020 年10月4日、中山競馬場で行われた、第54回スプリンターズステークス、同年12月26日に行われた、第37回、ホープフルステークスでは、いずれも、東京、中山洋じ一競争ファンファーレを、 放射同日の第143回農林水産省商店中山大障害では障害競争用の GE1 ファンファーレを演奏した。ありがとうございます。